はい。えー、こちらマイナスワンのネタバレをいたします。えー、浜辺美み波みさんがですね、えー、だん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 こう変わっていくんですが、えー、その浜辺美み波みさんの実は、えー、こういう役割だったんじゃないのか、この人のことなんじゃないのか、みたいなね、話を、えー、第5形態まででね、ちょっとお話ししてみたいと思います。えー、最初にネタバレすると、第3形態が、えー、ビオランテですね。 そして第4形態がセリダワ博士ですね。じゃあ、第1、第2、第5形態は何なのかっていうお話がね、できればいいかなと思います。そしてそのためにはですね、ゴジラの初期ゴジラですね。ゴジラ第1作と、それから山崎隆監督のドラゴンクエストユアストーリーに、さらにスーパーマリオブラザーズ・ザ・ムービー。 ですね。そして、スター・ウォーズの第4作と第9作みたいな話ができればいいかなと思います。まず、花部みなみさん、第一形態としては、私はドロドロのね、柴崎幸さんみたいなイメージなんですが、疑似家族ですよね。なので、まあ、万引き家族の松なんとかみゆさんですね。あの人ですね。万引き家族のあのお姉ちゃん。 のね、役割なんだろうなって最初はね。で第2形態がえこれがまあもうあなたの戦争は終わりましたかっていうんですよね。えなんでえこれはですね今話題のマザームーンですよね。母上様ですか全ての母上様みたいなね役割だと思いますね。まあシキリストで言うとマリア様であって日本で言うとこれは天皇ですよね。 なんで、えー、第二形態としては、まあ、天皇になったということですよね。そして、まあ、日本のね、40何年間でしたっけ28年か、何年間でしたっけこのジャングルの奥地に、えー、いた横、横、横なんとかさんとかね、武装解除しないでずっといたっていうね、まあ、上官に武装解除を、 を命じられるまで日本兵だったったていう、まあ、そういう話があったと思うんですが、まあ、そういう武装解除できない男たちがですねゴジラを倒しに行くんですがそして帰ってきた時に「あなたの戦争は終わりましたか?」っていうふうにね言われるという、まあ、だから最上官ですね上官の中で一番偉いっていうのは、まあ、日本でいうと天皇ですよね。 で、天皇にからですね、えー、武装解除を命じられると、あなたの戦争は終わりましたか終わりましたよ。 というわけで、まあ、第2形態はえ浜辺美波さんは天皇ということだと思います。で、第3形態なんですが、これは皆さんがおっしゃられているようにえ G 細胞とえ合体してしまって、もうえ浜辺美波プラスゴジラになってしまったというところで、まあ、これは流れ的にはえゴジラ対えビオランテのえ沢口康子さんですよね。なんで、 沢口康子さんも多分東方のシンデレラの人なんですよね。東方、ゴジラ映画に出てたぐらいですからねな。なんで、縁が深いと。そして、まあ、高島家にもね、縁が深いと。確か、ホテルマンかなんかのシリーズのお姉さん役が高島、沢口康子さんで、そして、お兄ちゃんの方、弟の方かな。お兄ちゃんとも役柄で夫婦を演じてたりしたみたいですよね。だから、この役割、 沢口康子さんの役割が浜辺美波、えー、さんに移行したと。そして、えー、最強生物ですよね。ビオランテになったと。まあ、人類で初めてゴジラに勝った人ですよね。ゴジラを倒した人で、まあ、おなじみの沢口康子さんですね。なんで、まあ、第三形態は浜辺美波さんはビオランテになったと。 いうことですね。まあ、ここまでは山崎隆監督と観客が共通認識ですよね。ビオランテになったっていうところはね。これが第3形態ですね。で、第4形態がそのビオランテの奥に隠したものが、これが山崎隆監督のアイディアですよね。そして、それは第1作目のセリザー博士ということですね。セリザー博士は眼帯をしてるんですが、これは戦争に行って、 怪我をしてて帰ってきたと足も引きずっていてでそのせいでですね婚約者の方との婚約を発揮してそしてその婚約者は親友のイケメンに取られたという設定になっていてその星座博士も死に場所を探しているとそしてオキシデン・デストロイヤーを抱えて ゴジラ第一作目のネタバレをしていますがオキシジェン・デストライドロイヤーを抱えてゴジラの眠っている海に潜ってそこでオキシジェン・デストロイヤーを作動させてゴジラと一緒に溶けてしまったというのがま第1話のオチなんですがその第1話のセリザー博士がゴジラと融合して生きていたらイフの世界が今回の「ゴジラマイナスワンの浜辺美波さん。 とということですねなので浜上みなみさんはえ包帯で固めを隠してていいいたという,ふうに聞いておりますえなんでえそこをねえ早く聞きたかったなってところだったんですが誰も言ってくれなくて、まあ、切り通し李作さんにの動画を見て初めてね分かったんですが、まあ、綾波だみたいな、ね、話もあったみたいなんですが。 どう見てもね、このゴジラシリーズ、あるいは特撮シリーズで、固めっていうのは、そういう役割の方なんですよね。まあ、特撮マナーですよ。なんで、ゴジラシリーズで言うと、固めのっていうのは、セリザー博士のしかいないですよね。なんで、浜辺美波さんは、セリザー博士になって戻ってきたというのが、山崎隆監督が仕込んだサプライズ だったんですが、なんか誰も気づいてないってい,っていうね、ことみたいなんですよね。これは上手いんですよ。これは安野秀明監督が生み出した手法なんですが、これは安野秀明監督はですね、絵や真心は君にでですね、オタクを出しちゃったんですよね、実写でね。そしてものすごい叩かれたんですが、まあその反省からか、 別に何もオタクを出す必要はなかったって分かったと思うんですよねなんで庵野秀明はですねオタクを美少女化するという発明を作りましてそれがシン・エヴァンゲリオンでいうところの挑発綾波なんですよね で、その挑発綾波がずっとエヴァに捕らわれて順7年間ですね。で、エヴァの中で、えー、スロットルを回して、まあ、パチスローですよね。で、エヴァを維持していたと、まあ、オタクのメタファーになっていて、で、最後、えー、これ新エヴァのネタバレをしますが、最後、こう、シンジ君がガレージ。 あれですね、特撮のセットとかそれから倉庫ですよね特撮の撮影スタジオをこうシャッター閉めるんですが、まあ、なかなか挑発綾波は帰らないんですよねでお引き取りくださいってね言っても帰らないこれはまさにオタクそのものですよね で、長発綾波は、そのツバメちゃんのフィギュアを持っていて、まあ、これはだから映画館に行ったらオタクはみんなフィギュア買うわけですよ。今回もゴジラマイナスワン行ったオタクはみんななんか買ったでしょ。なんかお土産をね。えー、なんで、あの長発綾波っていうのは、オタクのね、メタファーなんですよ。なんだけど、えー、誰もそれは気づかないと。 なぜなら美少女だからっていうね。これが庵野秀明が発明したオタクを美少女化すればわからないっていうね、システムですね。で、今回はこれを山崎隆史はパクってですね。これをセリザー博士をハンバーグナ南にしたんですね。そうすると誰も気づかない。しめしめということですね。なかなかうまいやり方だし、山崎隆史監督の悪い癖っていうのは一つ なんかアイディア浮かんだら、もうそれだけで突っ走ってしまうと。それが、まあ、ドラゴンクエ,クエストユアストーリーで、最後のドンデン返しなんですが、それだけで映画を作ってしまって、えー、まあ叩かれることになったということなんですね。そこから、そのアイディアをもっとブラッシュアップすれば、あるいは演出を変え、変えればですね、評価されたと、私はあの映画いいと思う、思ってるんですよ。演出は良くないけど、えー、な、と思うんですが、やり方が悪かった。 それは安野秀明の山心に君はと同じですね。深淵場も同じことをやってるんですけど、オタクを、その、綾波という美少女に変えただけで絶賛ということなんで、まあ、今回も、芹沢博士を出すんではなくて、浜辺美波にしたんで、誰も気づかないと。 いうことで、まあ、これは大成功だったと思います。えー、これが、えー、第一形態が、松岡美宇さんですね。万引き家族の。で、第二形態が、天皇ですね。マザームーンですね。そして第三形態が、ビオランテですね。沢口康子さん。そして第四形態が、セリザー博士ですね。もし、セリザー博士が、ゴジラと融合して生きていたらっていうね、話ですよね。 じゃあ、え、第5形態は何なのかっていうね、ことなんですけれども、まあ、その前にですね、ドラゴンクエストユアストーリーがまずかったって話はさっきしたんですが、実はこのドラゴンクエストユアストーリーを原作にしたんじゃないかっていう今年大ヒットした映画がありまして、それはスーパーマリオブラザーズムービーなんですよね。これ全くドラゴンクエストユアストーリーと同じ設定なんですよ。そして、最後、 マリオが現実の世界。現実の世界というのは、マリオのスーパーマリオブラザーズ・ムービーの中での現実世界っていうのは、マリオブラザーズという世界ですね。で、マリオブラザーズという現実世界で、マリオはゲーマーでうだつが上がらなくて、いじめられて、 え、どうしようもないやつだって言われて、ニートだって言われてたんだけど、え、スーパーマリオブラザーズの世界に世界転生して、そこで修行を積んで、そして、その、そこでの敵をですね、クッパを引き連れて現実の世界のブルックリンのマリオブラザーズに戻ってきてしまって、そこで、え、みんな家族や仲間たちが見てる前で、ゲームで勝って、つまり、え、あれですね、 ゲーム、あれなんて言うんでしたっけゲーム、ゲーム、<laughs> e スポーツですね。e スポーツでチャンピオンになるっていう話がね、このスーパーマリオブラザーズで、しいたけだれていた時からゲームをやってくれて、ニンテンドーを支持してくれてありがとう。だからこの物語のスーパーマリオブラザーズの最初に CM が入っていて、そ、そこは、it's me, Mario じゃなくて、it's you, Mario っていう CM が、 この映画の前に流されていて、マリオはあなたなんですよって、で、任天堂を支えてくれてありがとう、ゲーム文化を支えてくれてありがとうっていう映画だったんですが、これ全くドラゴンクエスト・ユアストーリーと同じなんですけど、こっちは大ヒットしてるわけですね。 それはメタファーというかレイヤーを一個深くしたからですよね。現実世界からスタートしないで、マリオブラザーズという世界を現実世界というふうに置き換えて、さらにその多くの異世界転生でして、スーパーマリオブラザーズの世界に行くという構成をとったので、普通に見てたら誰もわかんないっていうふうになってて、ドラゴンクエストユアストーリーも、このスーパーマリオブラザーズみたいにレイヤーを一個深くすれば、バレなかったんじゃないのかなと思いますね。で 山崎隆監督はこれに学んだと思うんですね。じゃあ第五形態は何なのか、浜部美波の芹沢博士のその次は何なのかっていうと、 これは、今回の物語が、スターウォーズエピソード4をベースにして作ってあると。で、最後はスターウォーズエピソード9も入ってくるらしいんですが、あの、オタキングの、ね、方がですね、<laughs> 名前が出ない岡田敏夫さんがですね、安野秀明さんはルーカスで、そして山崎隆さんはスピルバーグだって言ってて、もう確かにと思うんですね。ただ山崎隆さんはスターウォーズが大好きなんですね。ルーカスが大好きなんですね。 で、今回の名前が、名前が出ない。今回のゴジラマイナスワンですね。ゴジラマイナスワンは、スターウォーズのエピソード4をベースに作ってあって、エピソード9にな、最後エピソード9ですね。漁船が集まるところがエピソード9になってて、まあ全部スターウォーズになってるんですが、話の中は、 スピルバーグなんですよね。なんで、ジュラシック・パークで始まり、ジョーズで始まり、っていうことなんですね。そして、それにハリウッドのエメリヒ・ゴジラとか、ギャレス・ゴジラとか、それから、ノーランド・エメリヒのインデペンデンス・デイ、それから、バトルシップとか、まあ、ありとあらゆるハリウッドの自分がターゲットとしているものを、こう、継ぎはぎして作って、コラージュして作ってるわけなんですね。で、 じゃあ、浜辺美波さんは最終的には誰なんだっていう話なんですが、これスター・ウォーズ・マナーで行くと、片腕をね、右手を切り落とされるんですが、これは特撮なので、片目がなくなるというふうに置き換えられています。そして右手を切られた人っていうのは誰なのかっていうと、ルーク・スカイウォーカーあるいは、 アナキン・スカイウォーカーなわけですね。で、ルーク・スカイウォーカーは、神木隆之介くんなんですが、まあ別に神木隆之介くんでもいいんですけれども、やはりこれは、ダース・ベイダーであるアナキン・スカイウォーカーだろうなとは思うんですよね。この浜辺美み波みさんの立ち回りとしてはね。じゃあ、ダース・ベイダー、この映画の中でダース・ベイダーは誰なのかっていうと、それは、 ま他でもないね、闇落ちした山崎隆監督なんだろうなと思いますね。というわけで、浜辺美波さんは、闇落ちした山崎隆監督ということですね。まあ要するにダース・ベイダーで、まあスター・ウォーズ大好きで、もうそのものでもう一体化しちゃったとゴジラとも。とね、そしてまあホースも使って、もういろいろするというのが帝国ですよ。なんで、 この第五形態というのは、ダース・ベイダーこと山崎隆史監督なんじゃないのかなと。もうここも、そのまんま自分を出したらバレちゃうわけですよね。そういう映画って結構あるんですよね。なんか、蓋開けたら監督だったみたいな。それはあれですよ。宮崎駿監督のこの前の君たちはどう生きるかの最後の、俺もうちょい言っちゃいますけど、最後のあの人も宮崎駿監督そのものじゃないですか <laughs>。なんだけど、この安野監督や山崎隆史監督っていうのは、そこを美少女にする って技をね、えー、今流行ってるみたいなんでそれを使ってるんですね。そうすると途端に、えー、みんな分からなくなるっていう、ね、ことだと思います。えー、というわけで、えー、浜辺美ゆみさんは、えー、第一形態が松岡美宇さん、第二形態が、えー、天皇マザー・ムーンで、第三形態が第三形態がなんだっけなビオランテですね沢口康子さんで、第四形態が、えー、セリダー博士、えー、ゴジラ第一作目のゴセリダー博士、そして第五形態が、えー、ダースベイダー と山崎隆監督ということにしておいていただければなと思いますあなたの戦争は終わりましたか